はい、皆さんこんにちは。その AI の動画がとっても人気で、どん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 閲覧も増えて、皆さんに感謝しております。今日はその AI 専用の歌詞ビルダー、これがアップデートしましたので、前から何回かご紹介しているんですけれども、特に良くなった部分もありますので、この歌詞ビルダーの使い方というのを今一度勉強していただいたらと思いまして動画を作っています。ただし歌詞ビルダーを使うにはチャット GPT プラス、これの加入が必要です。それ以外は無料公開していますので、どんどん使ってください。じゃあお話を進めたいと思います。皆さんの方から URL をすると画面が出てきて、下にスターターが2つあります。日本語用と英語用のスターターです。今画面に映っているのは、その日本語を作ってというボタンを押した画面です。その AI の歌詞を日本語で手伝ってということです。それをするとこのようにメニューが出てきます。このメニューに従って5つの設問がありますので、作りたい曲名、全体のイメージですね、曲名じゃなくてもクリスマスとかお正月とかそういうのでもいいですし、そしてジャンル、大まかな要望ですね、そしてコーラス数3番までとか、そういうようなことを書いていきます。ここではクリスマスの大冒険同様で V と C も省略しています。バースとコーラスという意味です。繰り返して3番まで、イントロ、感想、エンディングつけて、イラストはアニメ漫画風のイラストを描いてというようなことを言いました。すごく大雑把ですけれども、これで大丈夫です。これでプロンプトを送ってみましょう。はじめに簡単な説明があって歌詞を書いていきます。まずタイトル、これを書いてくれて、ジャンルとか提案のイメージをひとまとめにしてくれています。ここからが歌詞です。イントロというのがあって何も書いていません。これはイントロだけあったらいいということです。そしてバースとコーラスがあって、インターというのは感想のことです。またバース、コーラスが続きます。また感想、このようにですね、勝手に構成を立ててくれます。もちろん自分がこれが嫌だったら変更はいいです。そしてその AI で必要なスタイルオブミュージックとタイトルも出してくれました。これで満足いただけますかということで、イラストに関しては各セクションごとにアニメ漫画風のイラストを描画します。それぞれのシーンについてイメージがあれば聞かせてください。じゃあこれはお任せで1枚ずつ確認しながらというふうに答えました。じゃあこれで送ってみましょう。6個のセクションがありますので、その6個のセクションプラスサムネイルを作ってもらいましょう。6個のシーンプラスサムネ作ってというふうに言ってください。ダリー3がクリエイティングイメージということで画像を作ってくれています。今回はアニメ漫画風のイラストです。こちらが最初のシーンですということで OK していきましょう。この1枚ずつ止めているのには理由があります。例えば6枚目まで書いて7枚目が失敗したとしますよね。そしたらチャット GPT はまた1枚目から書こうとするんです。ですけど1枚ずつ書いていれば、3枚目がおかしかったらこれ書き直してというふうにするだけでいいんです。ですから面倒なようなんですけれども、この方式を僕は採用しています。もう何度も今までせっかくいいところまで行ったのに、そしてその6枚はとってもいいのに、また書き直すというようなことをしてしまうからです。ただいま4枚目中です。6枚目で最後というふうに言ってきましたので、サムネイルが抜けてます。全体イメージで描いてというふうに書きました。もう1枚だけ書いてもらいます。はい、クリスマスの大冒険のイメージ、それを書いてもらいました。同様ですので、ひらがな、これで作ってもらいましょう。ひらがなで歌詞をちょうだいというふうに書きます。今回はこのひらがなを採用します。
便利な世の中ですね。自分が作ったんですけれどもですね。じゃあ絵だけを見返しましょう。はい、1枚目は雪が降る夜に子供たちがサンタのそりの音に耳を澄ませて聞いている様子。早く来ないかなって感じですよね。そしてこれが2番目のシーンです。そして3枚目、トナカイと一緒に走っています。楽しそうですね。これが4番目。そしてこれが5枚目です。子供たちが星空の下でサンタさんのプレゼントを配っている、そんな様子です。そして6枚目、これが最後のシーンということで、クリスマスの冒険の穏やかな終わりを表現しましたということで、ここに全体をイメージするサムネイルイラスト、これを作ってもらいました。まあいい感じですよね。クリスマスの大冒険というのにはいいような感じで書いてくれています。そしてここにひらがな歌詞、これが出ていますので、今回はこのひらがな歌詞でスノー AI に頼んでみましょう。じゃあこのエンディングのところからピューッと選択しまして、このイントロのところまで、これをコピーします。これがスノー AI の画面です。そしてここでカスタムモードでクリエイトをします。全体の曲を作りたいので、これ全部いくとうまくいかないので分けていきます。はい、ですからこのようにメモ帳に貼ります。そしたらイントロから1番まで、これをコピーします。そうしまして、このメモ帳を最前面に固定してここに置いておきます。そしてまずは作ります。あとはスタイルオブミュージックをこのようにコピーしまして貼り付けます。英語の方が AI は強いと思いますので、これを貼り付けます。そしてタイトルは日本語のままいきますので、クリスマスの大冒険、これをコピーして貼り付けます。はい、これで1というふうにしておいてクリエイトします。はい、こっからはちょっとショートカットして動画を早く回します。はい、できましたので聞き比べをします。2つあるうちのどちらかを候補選びます。雪が降る夜に静かに耳を澄ませば、サンタさんのそりの音が聞こえてくる。はい、ちょっとアボイドノートって言ってメジャースケールにはないような音もちょっと含まれていたので、ちょっとこちらを確認します。ほい。雪が降る夜に静かに耳を澄ませば、サンタさんのそりの音が聞こえてくる。星が瞬く。はい、迷いますね。じゃあこちらにします。はい、この先頭トン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 っていうのがすごく印象的なのでいいと思いますので、ここで Continue from this clip、 これを選びます。今日はちょっと英語でそのままいきますね。この下にこれが来ました。じゃあ2番を続けましょう。これをコピーします。貼り付け2としておきます。さあ聞いてみましょう。はい、ちょっと感想長いかなと思いました。雪だるま、はい、こっちがいいですね。じゃあこれをもう一度 Continue from this clip、 じゃあラスト貼り付けます。エンディングは後から追加します。クリエイト。はい、多分同じような感じなんですけれども、ちょっと確認しておきます。
の宮殿を探しに雪の中を進む。お、語りになりましたね。キラキラする道、最後の冒険は心に秘めた願い事。はい、今度はこちら。探しに雪の中を進もう。トナカイたちが導くキラキラする道、最後の冒険は心に秘めた願い事。サンタさんへの手紙。はい、なんか語りもちょっと捨てがたいですけれども、こちらをやっていきたいと思います。はい、あとはエンディングだけです。4としてクリエイトします。はい、どんなエンディングになったか。あってはい、長い方がいいですね。じゃあこの長い方を使います。そしてここがキーです。こうやって Get Fall Song、 これが全部のまとめソングです。じゃあこれを選択します。はい、出来上がったようですので、今度は全体を聞きましょう。雪が降る夜に静かに耳を澄ませば、サンタさんのソリの音が聞こえてくる。星が瞬く空の下で冒険が始まる。クリスマスツリーの輝き、道を照らすよ。プレゼントを探しに行こう。魔法の世界へと飛び込んで、キラキラ光る星に願いを。クリスマスの大冒険、今夜が始まる。雪だるまが微笑む。はい、エンディングに飛ばします。夜の僕たち光る星空の下で笑顔になって、キラキラ光る星に願って。はい、童謡もいいじゃないですか。そして皆さん気づきましたか、僕はひらがなばっかりでしたけれども、案外こう節節と言ったらいいんでしょうか、一節をうまく歌ってくれた、そんな風に感じました。じゃあここからですね、このクリップはイントロがあって全部このようにつながっています。はい、これで MP3 にするか、そして MP4 で書き出すか、ちょっと今迷っています。まあどっちも書き出しておきましょう。ダウンロードビデオ、童謡というホルダーを今作りまして、その中に入れていきます。MP3 も書き出しておきます。さあここからなんです。知ってる人は知ってる、知らない人は知らない、どっちやねんということなんですけれども、これをですね保存しておきます。同じホルダーに保存しました。そうしますと村長は必殺技があるんです。ここでですね、僕が開発したウェブアプリがありまして、今回は MP3 でやります。Lyric to SRT Converter というウェブアプリです。これも皆さん無料で使えます。このようなソフトなんですけれども、ここで MP3 をまず読み込みます。はい、これを読み込みます。そうしまして、今度は歌詞を読み込みます。そうするとですね、このような画面が出てくるんです。歌詞の一行一行がこのようになっています。このソフトは音が鳴ったらですね、ちょうどいいところでこのボタンをプレスします。そして押したままにして、ここらで歌詞が終わるなと思ったら離す
というこの動作をします。でも最初の方は慌てて間違う時もあるんですが、それも左にある訂正ボタンで直していけるという優れものです。多分この感覚のソフトは世界中で僕のソフトだけ、そう言っても過言ではありません。じゃあやっていきます。雪が降る夜に静かに、初めから間違ってますよね。もう一回やります。最初から。雪が降る夜に静かに耳を澄ませば、サンタさんのソリの音が聞こえてくる。星が瞬く空の下で冒険が始まる。クリスマスツリーの輝き道を照らすよ。プレゼントを探しに行こう、魔法の世界へと飛び込んで、キラキラ光る星に願いを、クリスマスの大冒険今夜が始まる。雪だるまが微笑む不思議な夜の街、お菓子の家を見つけたら冒険はもっと楽しくなる。手をつないで歌いながら次の場所へと、サンタさんの笑顔を思い浮かべながら、プレゼントの袋を見つけよ、夢の中で一緒に踊ろう、キラキラ光る星に願いよ、クリスマスの大冒険夢が広がる。氷の宮殿を探しに雪の中を進もう、トナカイたちが導くキラキラする道、最後の冒険は心に秘めた願い事、サンタさんへの手紙を星に託して、プレゼントを届けるのは僕たち光る星空の下で笑顔になって。はい、ちょっと確認していませんでしたが、最後少しおかしいでした。それとですね、このイントロがあって、4行があって、その後ろがですね、ちょっと間に合わなかったところがあるので、このここですね、プレゼントを探しに行こう、これをやりたいと思います。明日よ、プレゼントを探しに行こう、魔法の世界。はい、ここと、そしてまあこういうね、始まりのところが全て慌てたんですよね。雪だるまが微笑む。はい、ちょっと早かったです。もう一回。不思議な夜の街、お菓子の家を見つけたら冒険はもっと楽しくなる。手をつないで。はい、そしてここかな、コーラスの前、これですね、これをやり直し。浮かべながら、プレゼントの袋を見つけよう、夢の中で一緒に踊ろう、キラキラ光る。はい、じゃあこのバースの3の頭、5秒前からやってくれるんです。氷の宮殿を探しに雪の中を進もう、トナカイたちが導くキラキラする道、最後の冒険は心に秘めた願い事、心に秘めた願い事、サンタさん。はい、そしてここですね。これが初めにね、この行を消しておけばよかったんです。はい、星に託して、
プレゼントを届けるのは僕たち光る星空の下で笑顔になってキラキラ光る星に願って。はい、自分の持ち曲じゃないですのでですね、初めて聞くのでタイミングが悪いでしたが、まあ細かいところは許してください。そしてここに先読みというのがあります。どうしてもカラオケ的にやるんであれば早い目早い目に文字が出た方がいいですよね。だからこれは 0.5 秒早く出るようにします。500ms。このようにしてですね、エキスポートするとちゃんとこれが SRT ファイルという字幕ファイルになってくれるんです。はい、エキスポートします。はい、リリックデータという名前で保存します。ここまでで第3段階が終わりました。第1段階は歌詞作り、第2段階はスノで音楽作り、そしてそれをタイミングを合わせて字幕をつけるという作業をやりました。このファイルはどんな風になっていると思いますか？ちょっとホルダーを見てみましょう。はい、ここにリリックデータ SRT というのがありますね。これを開けてみましょう。メモ帳で開けます。このようにですね、番号があってタイムがあってそして文字があるというような、こういう仕組みになっているんです。じゃあこれを4つ目のワークとしてブリュー、これでやりたいと思います。ブリューを立ち上げます。それではこの MP3 を読み込みます。新しいプロジェクトを作ります。そして音声分析はしない。そして確認を押します。真っ黒のこういうのが出ましたが、これは MP3 が入っています。ここにですね、字幕メニューの字幕ファイルを読み込むというメニューがありますので、これで読み込みます。ファイル添付というのを押しまして、はい、同様ホルダーからこのデータを読み込みます。そしてインポート、字幕ファイルをプロジェクトに反映しましたというのが出ますので、これで確認をします。このようにありますが、イントロとかいうのはいらないですから、このように字幕を消してしまいます。バースという言葉もいらないですね。はい、そしてここから歌詞が始まります。歌詞の大きさとかを確認します。子供用ですからちょっと大きめの字がいいですね。書式、そしてここでですね、110ぐらいにしましょう。そして中央、こんな感じにしておきましょう。さあ、ここからは貼り付け作業です。はい、イントロの部分はサムネイル画像、それを使います。ここからここまでですよね。これをチャット GPT の画面に切り替えます。このサムネ画像をコピーします。そしてブリューに持ってきます。この状態でコントロール V すると全部のクリップに入りまして、これを大きくします。はい、できましたね。じゃあ今度は、はい、こっから上まで、ここに貼り付けをします。第一の画像です。コントロール V 大きくします。こんな感じになります。最後までやったらいいですけれども、もうあとはこの繰り返しですので、これでちょっと先頭だけ見ていただきましょう。雪が降る夜に静かに耳を澄ませば、サンタさんのソリの音が聞こえてくる。星が瞬く空の下で冒険が始まる。クリスマスツリーの輝き、道を照らすよ。はい、こんな感じなんです。こうして動画はこの繰り返しで作ればいいということがわかりますよね。最後におさらいをします。1、歌詞を作る。2、素の AI で音楽を作る。3番目は字幕を作るための僕のアプリを使って字幕を作る。そして
最後はそれをブリューに MP3 を読み込んで、そして字幕ファイルというのを読み込んで、GPT 図とブリューの間で画像のコピーペーストをやりながら埋めていく。4つの流れで動画作成。これができるようになっています。とっても綺麗な画像で、もう画像探しとか、どんなシーンが一番いいかなと思って、同じく生成 AI で作るにしても、どんなシーンとかいうのをコツ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 プロンプトを打たなくても、これで動揺ができるということです。今回初めて動揺というようなものを作ってみたら、スノってちゃんと動揺というのもうまく作れるなというのが分かったのが1点。そして2番目には、ひらがなでやってもうまくいくなというのが分かったという点が1点です。皆さんもスノ AI でうまく音楽を作って、そして動画作り、それらに役立てるといいでしょう。僕のツールはすべて無料になっていますので、YouTube の概要欄から使ってもらえる。そんな風にセッティングしておきますので、どうかいろいろ試してみてください。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。